しんのすけの部屋。シンフォギアが面白すぎてどうしていいかわからないしんのすけでございます。はい、時事ネタお願いします。はい、今回の時事ネタは漫画家高橋留美子さんのデビュー作を完全新作として約40年ぶりに再びテレビアニメ化するうるせえやつらの放送開始時期が今年の10月に決定したことで話題となっています。約40年前のしんのすけさんは小学生だと思いますが、当時よく見ていたアニメはありますか？あ、まず高橋留美子先生はやっぱりね、神ですよね。もう40年前からあの作風というかもう変わらなかったし、であと出される作品数のペースが全く衰えないんですよ、40年間で。本当にすごいと思う。うん、うるせえやつらに始まり、犬夜叉いや、いっぱいあんじゃん。あ、メゾン一国、メゾン一国、いや、もういっぱいあんじゃんね、いっぱいあんじゃん。うん、でどれもこれももう安定なんだよね。もう安定感しかない。それはもうほんとすごいの40周年なんだよね。うるせえやつらから知ってる？うるせえやつら、あー、ちょっとわからない。うわー、あのラムちゃんっていうね、はい、あの牛の格好、牛なのかあれ牛っぽいすごいセクシーな格好した緑色の髪の虎か、虎だな、牛じゃねえな、虎だな。俺牛年だからさ、今年虎年だけど、どうしても牛にこだわっちゃってランボルギーニ買ったっていう経緯があるんですよね。で、当たる、諸星当たるっていうねのと結婚するんだよ。結婚というかさ、あのフェアンサかな、わかんないけど。で、諸星当たるがすげえ透けこましなわけで、もうめっちゃラムってもうめっちゃ可愛いのに、もう他の女子いたらホイホイホイ言っちゃうわけよ。そうすると、ダーリン、ナナナちゃーっつって、バリバリバリっつって。ていうか、パチスロにもなってんじゃん。うるせえやつら、免疫だよ。ありましたね。うん、もうめっちゃ免疫よ。で、俺が見てた漫画、アニメ、僕、アニメ。小学生時代、僕ね、アニメオタクだったんですね。アニメージとか買ってたんで。アニメージ知ってます？雑誌ですか？雑誌だね。アニメディアとか、アニメージとか。で、アニメージは、有名なところでは、あの宮崎駿先生が書いてた、風の谷のナウシカが連載されてたの。これすごいっしょ。で、まあ宮崎駿先生、まあ本業はやっぱ映画のあのアニメじゃないですか。で、ただやっぱりその漫画で書き下ろしてたんですよ。ただやっぱ休みがちで、それこそハンターハンターの東海先生ほどではないんですよ。休みがちで、ただ完結するまで行ったんだよね、風の谷の直しか。でそれをひたすら読んでて、でとにかくなんでそこ入ったかっていうと、あの機動戦士ガンダム、ガンダムわかるよね、初代の、ね、あれの再放送で受けるんですよ。僕が小学校3年生の時にガンプラっていうガンダムのプラモデル144分の1スケールのガンダムがもうバズりまくるの。みんなもう欲しくて欲しくてしょうがないわけ、小学生は。144分の1スケールのガンダムが、でもう在庫切れでもう全然手に入んない。で新松のダイエっていうところに、ガンプラが大量入荷すると。でちょうど夏休みだったかな、あれ違うな、なんか連休中だよ。で殺到したわけよ、その千葉県松戸市っていうか、もうその関東一円の小学生が新松戸のダイエに殺到したわけ。たらエスカレーターで将棋倒しになってしまって、俺その現場にいたんですよ。俺3階の踊り場にいたんだけど、もうバダキャーバダ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 キャーみたいな、もう大変ですよ、ええ、ぐらいそのアニメには傾注、すごい中傾注っていう感じが熟語あるんだけど、傾注したわけ。もうすごい夢中だったね。でもう俺もう語り出したら止まんないよ。ダンバインでしょ、エルガイムでしょ、ボトムスでしょ、なんだ太陽の牙ダグラムでしょ、もうその辺のロボットアニメは全部見せたから。全部見せた。ザブングルでしょ、もうマクロスでしょ、何でも聞いて逆に。ん？エヴァンゲリオン。エヴァンゲリオンとかもうそれはもう後半も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 後半だから。うん。で、この前もね、誰かと話してたんだけど、ガンダムに結局ね、小説があるんですよ。でアムロレイって小説の中では結構早い段階で死んじゃうからね。でニュータイプってあるでしょ。ニュータイプっていうのはあれは実はまあレイコンみたいな
感覚、イメージとしてちょっと止めて。新之助の部屋。タンタンさん、新さん新本源打ち込んでくれてるので嬉しいです。個人的に今までの6号機の歴史の中でも一番の神台。通常時低設定でも現実的に浅いゲーム数で当たる、打ち込むほど全長法則楽しめる、チャンスの最高の自力感、 AT 中リーチ迷惑の演出発生の絶妙、スロットにおけるレバーオン、リールシード、第1停止、第2停止、第3停止、全てに意味を持たせた演出リール制御が素晴らしい。いやもうこの人に同じですね、タンタンにね。唯一結局帳尻合わせの左ファーストベル揃い、あれが三枚役っていうのは、あれは唯一のまあ汚点だな、うん、ちょっとねやっぱね3枚使って3枚払い出しはないよ、思わん、うん、あれね打ってると分かるんだけど AT 中左がもう嫌になるのよ、左って言われるのが、割とその響きが左って言ってくれるんだけど、中って翼さんとかマリアが言ってくれるとこうなるわけ、うん、面白いよね。だから唯一だよね、唯一、それ以外は本当に素晴らしい、うん、素晴らしいですよ。はい、どんどん出してきますんでね、新ハゲや動画を。さゆりさん、パチンコの新表現も打ってほしい。結構ね、言われるんですよ、パチンコの新表現も。で、僕もやっぱね、響きがね、パチンコの新表現がここにいるでしょ。このね、盤面の上のとこに。知ってます？こうやって、新表現を着た、響きさんがね。ただね、新表現以上にね、打たなきゃいけないパチンコいっぱいあるんでですね、今日、機会あったら打ちたいと思います。はい。テンションなおさん、私の地元は本当に苦。みたいな設定しか使わない店が多いんですが、もしお店全体設定1だとして A タイプ以外で新さんが打つとしたら何を打ちますか、ベスト3を教えてください。まあ、ベスト3っていうのはちょっと難しいですけども、一つはもう正宗3ですよね、正宗3で、二つは、シンフォギアです。僕先日初めて設定4以上の確定画面が出たんですけども、それ以外はおそらく全部1だったと思います。はい、それでも勝ってたんですね。チャンスゾーンが150ゲーム以内に 45% で来るって言われてるでしょ。でチャンス操作やれればやれるじゃないですか。動画をご覧になってる人、僕もそうですけど、多分やれるじゃないですか。新之助チャンネルにかかってる皆さんやれるじゃないですか。ってことは負けないってことですから、新方言やった方がいいですよね。はい、あと2つ、光の3、長きにわたる視聴本読者である私としては、若手ライターとの共演や同窓会と称したトーク大会みたいなのを見てみたいです。退社した後だとなかなか難しいものなんですよでしょうか。そもそも入社してないんでそもそも入社してないし、いまだに多分クレジット残ってますよ。今そうね、3ヶ月に1回ぐらい原稿書いてくださいってオーダーが来るぐらいの付き合いですね。同窓会ね、どうなんでしょうね、ようわからんです。梅ちゃんとか嵐とかその辺とは合うんだけど、それ以外の子らが何を考えてるのかっていうのは僕はちょっと把握しかねるんで、なんとも言えないです、はい、最後ソルワールドさん、バンバカ番長3編で80パーループエンブレム流した回が最後の収録になってますが、その後は完全撤去まで収録以外で打ってた日はありますか。打ち納め日の結果がどうなったのも気になるので教えてほしいです。ちなみに自分の番長3の最後の実戦はマイナス2000枚以上の負けで終わりました。これね、まさにこの80パーループエンブレム流した回が最後の打ち納めの日でございました。あれ以降ずっと番長3を打とうとして入場抽選頑張りやってたんですけど、一度も朝から番長3を取れること、それこそ1月の後よ、2月以降大阪でね何回かありましたよ、 4,5 回あったのかな、番長3打てる機会、もっと言うと静岡でもあったよね。うん、もう奪い合いだから取れるわけ、俺言ってて番長3もその地域にしかなくって取れるわけないよね。10代あったら10番以内引かなきゃいけないし、30代あったら30番以内引かなきゃいけないしっていう、そういう戦いを4月末ぐらいまでしてたけど結局打てませんでした。悲しいです。だから番長ゼロがねまたその流れ引き継ぐ感じで、ようやくここのところ番長ゼロの動画出せると思うんですけれども、まあ打てないよ、
本当に、まあありがたいですけどね、うん、それでいいと思うんだけど、だからちょっと俺は今番長ゼロもそうなんだけど、新保険は本気でやっていきたいと思うんでね、あのよろしくお付き合いのほどお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。